の望月さよです。緑川レタス役の佐久間久美です。ですね、あの本プリンちゃんはですね、5人の中でも一番最年少だった子なんですよ。だからみんなに可愛がられる子なのかなって、うん、それでいて明るくて元気でいつもなんか一生懸命な子だったんですよ。でもその裏ではなんかお母さんが死んじゃったりとか背負ってるものがすごいちっちゃい割には大きくて、でもそんな逆境にも負けずに頑張っている、うんうん、そんな子でしたね。レタスちゃんっていう女の子は初登場の時はもうちょっと寂しいんですけど、いじめられっ子っていうキャラで、登場したんですけど、そうですね、一般的にはやっぱりおとなしくって控えめな女の子なんですけれども、でもちゃんとその中に自分の意見だったりとか、今自分はどういう状況に置かれてるんだろうとか、いろんなことを考えながら一生懸命自分の中で葛藤しながらいるんですけど、表面的にはおとなしい女の子かなっていう感じですね、うん、はい。プリンはみんなのことが好きだった、誰と誰とじゃなくても本当オールマイティーに、うん、なんかうん、お姉さんお姉さんってお姉ちゃんって行くような子だったよね、うんうんうん、でなんかこう誰々お姉ちゃんを傷つけるやつはプリンが許さないのだみたいなセリフとかがあったりし て、うん、て本当にみんなの妹っていうそうって感じだったよ、うんうん、そういう役割でしたね、うんうん、はい、うん、レタスは多分、いちごちゃんにすごい憧れてたんだと思うんですよ。ないところがあるからね。そう自分にない部分っていうので、でそうだな、そういうそのいじめられっ子っていう感じで登場して、その初めて友達じゃないって言ってくれたのがやっぱりいちごちゃんでミントちゃんで、でそうですね、だからいちごちゃんのそういう優しさっていうかストレートで何にも計算してない優しさみたいなのとかってすごく、憧れてたんじゃないかなと思いますね。レタスにとっては友達ができたっていう喜びと、それからそれがこんなに素敵な友達ができたっていう、本当に一気にたくさんのものを手に入れたんじゃないかなと思って、すごく、でもそれはレタスがもともときっといい子だったから、そういう出会いがあったのかなっていうふうに思って、楽しく演じていました。はい。お金が大好きな子だったんですよ。望月も結構お金が大好きなんか その点が一緒かなって思いましたね。でも望月いつもあんなに元気にはしゃげないと思いますね。辛いことがあったらもううじうじしちゃうし、だからプリンのなんか強さとかもすごい真似しなきゃなって思いましたね。そうだな、私ねレタスと全然違うんですよ。本当にいろんなところが違ってて、そうだな、でも優しいところレタスって、あの周りの人の気持ちとかをすごく考えて行動していて、で後半の戦いなんかでも、例えばいちごちゃんはあの守りたい人がいて仲間がいて頑張るぞっていう結構勢いで戦ってるんですけど、レタスはその中でも話し合いで解決はできないんだろうかとか、その同じ仲間、もともと地球に住んでる仲間だったら分かり合えるんじゃないかとか、常にそういう部分をしっかり考えてて、あまりそういうのを表に出して考えてるキャラクター他にいなかったので、そういう部分はすごく大事な役割だなと思って演じてたんですけど、でもね、基本的にレタスと私一緒なのは椎茸が嫌いっていうところだけそこだけでした。そうですね、プリンは初め恋愛対象外のキャラだと思ってたんですよ。ちっちゃいし、まだそういうこと分かんない子じゃないですか。お金の方が好きかもって、ね、お金の方が好きな子だそう、だから後半の方だんだんタルタルと仲良くなっていった時に、その時なんか
通じ合えたものがあったのかなって思いますね。ちょっと大人なプリンが出てきたと思う。なんかきっとなんか分かり合えたんだろうね、うんうん、絆がねしっかりあったもんね、うん、そうですね、うん、レタスは何気にね恋愛話が多いんですよ16話で初恋の回があって、うん、江戸紫さんっていう方と方に片思いをしちゃって、まあそれは失恋しちゃったんですけど、そうですね、その後後半ですね、なんか意外といろいろ恋愛沙汰というか、うん、白金さんとは ねなんかチューしちゃったし、チューっていうかね、そうそう、人工呼吸ですけどしちゃったり、戦いの中でその戦わずに分かり合う方法はないんだろうかっていう思いをそのパイっていう敵キャラとその共有して心の言葉で会話しちゃったりとかして、うんうんうん、結構そうですね、なんかそれはだから恋パイに関しては恋愛なのかそうなのか どうなんだろう、この思いってどうなんだろうって思いながら私も演じてたんですよ。レタスも多分きっとそうやって迷いがあったと思うんですけど、うん、だからそういう意味ではね、なんか仲間っていう意味での心の交流もそうだけど、恋愛できる役ってまたちょっと楽しいよね、楽しいよね違うドキドキが味わえたりしてました、うん、はい。プリンちゃんは結構ハイテンションなんですよ、うん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 、いつもいつもで、トリガー朝からだったからちょっと大変だったのでそれを頑張ってテンション上げようと思って朝はチョコレートいっぱい食べたりとかよくしてましたね血糖値上げないとね、そう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 、血糖値上げてもう入り込むって感じですね、うんうんうん、もちいつも一番早く来てたよね、スタジオにね、あげなきゃあげなきゃあげなきゃ、そうすごい、でもなんかそういう元気らしいところが出せたらいいなと思ってやってましたね、うん、子供らしくはしゃいだ感じで、うん、はい、やってました。いつもレタスちゃんは、まあ、おとなしい女の子、控えめな女の子なんですけど、佐久間が全然違うので全然違うのでこう地を出しすぎないようにっていうのはやっぱり気をつけていたんですね。例えば初対面の人に話しかけるにしても佐久間結構すぐ話しかけられちゃうんですけど、おとなしい子ってやっぱり一人見知りな子ってそれができないんでしょ、そういうのをこう自然な感じでできたらいいなっていうのは意識してて、あと今モッチーも言ってたんだけど、うん、朝早かったんですよ収録の開始が、うん、でレタスって私のやっぱり自分の声の中でちょっと高めの音域でやりたかったので、うん、やっぱり朝は収録の3時間か4時間ぐらい前に起きないと声帯が起きないみたいな感じで、うん、6時起きって言ってたよね、6時起き早いよね、しててでそうするとだんだんやっぱり声が出てくるんで、毎週それが、うん、楽しかっただけけどちょっとだけ辛かったっていうか、でもそういう努力っていうほどそんなおこがましいんですけど、うん、そういうのをやりながら1年間収録できたっていうのは、うん、すごくいい経験になったなと、だよね、うんうん、思いましたね、はい。みんな仲良かったよね、仲良かった良かった、うんうん、でそれぞれスタジオの中でもだいたい座ってる位置って毎週決まっていて、うんうん、そのやっぱり席によっていろいろ話題が違ったりしてたよね意外と。で私はパイ役の神奈信俊さんと後半は隣の席で、なんかこう神奈さんが軽いセクハラみたいな、いいのか分かんないけどモッチーは緑川さん、そう、ね、赤坂さん役の緑川さん、緑川さんと一緒でいつも犬の話か、うん、ゲームの話すっごい仲良かったよねそのどっちかで盛り上がってた、うん、うん、でなんかお話に聞いたらカカズさんとトーチカさんはそこで、どうやってアドリブで盛り上げるかっていうのをすごく考えてらして、なんかガヤのシーンとかもすごい面白いことをねしてたらしいよね、そうそうそう、なんか縁日かなんかのシーンで、うん、トーチカさんが、あーパソコン欲しいなって言ってたらあなた当たったよパソコンってやってたらしいんですよ、うん、ちっちゃく入ってるかもね、ちっちゃく入ってるかもしれないですね隠しネタみたいな、あれがあった、レタスがイルカちゃんと一緒にいる海の会で、プリンとイチゴちゃんのチームと
ザクロさんとミントちゃんのチームがビーチバレーをやっていて、うんうん、でアドリブで声をくださいって言ったらミントさんがやったわよお姉さまとかまた勝ちましたわって言うからプリンとイチゴずっと負け続けたりまた負けてるまた負けてるずっと負けてるっていうのありましたね、うん。一緒で歌わせていただいたんですけども、うん、なんか曲調も可愛いし、うん、合ってるよね、うんうん、それでなんかそれぞれの個性が混じり合っていろんなメロディーとかね面白い風にセリフがあったりね、セリフがあったり、うん、すごいだから聴いてて口ずさみそうな歌だなって思いましたね、うんうんうん、自分ねやってても楽しかったし、うん、すごいなんかわきあいあいって感じだっていう、ね、ラップ大変じゃなかった？結構大変早口言葉みたいだからね、いっぱい早く喋るから、そう、うん、でもやってみると楽しいよね、うん、でも確か収録の中で一番最初だったんだよね、うん、私たちはね第1話とかその自分たちの初登場の回より先にエンディングテーマの収録があったので、あ、こんな楽しい作品に関われるんだと思ってすごく嬉しかった思い出が、嬉しかったね、うんうん、ありますね、うん、あの今回プリンの歌はキーがちょっと高めだったんですけども、でも初めてなんかかっこいい系の歌を歌わせていただいて、あ、自分もこういう歌歌えるんだなって、歌えてるか分かんないけど、うん、思いましたね。これがどんどん引き出しをね多く広げていけたらいいなって思いましたね。プリンの歌すっごい可愛いよね本当にプリンの元気の塊みたいな曲になってて、でまたセリフみたいなの途中に入って入って可愛かった。そうそう、うん、レタスちゃんは？レタスはね、うん、あの2曲とも雰囲気が違う曲で、1曲目はちょっとなんだろうな、ライトな感じのアップテンポっていうか、割とこう楽しい気分でこうお散歩しているようなっていうか、そういう歌があって、それはすごく明るくって、それこそ本当に口ずさみやすい曲だったんですけど、もう1曲がすごく素敵なバラードで、あのレタスちゃんのその境遇にすごく歌詞が合っていて、なんかすごいかっこいい曲だったんですよ。私実は収録しながらなんか結構泣けてきちゃってなんかなんていい曲なんだろうと思って、レタスの気持ちがすごく、うん、こもってる、佐久間の気持ちとレタスの気持ちがいっぱいこもった曲になったと思うんで、あの聴いてくださった方がねやっぱりね良かったって思ってくれたらね、うん、嬉しいかなって感じでした。そうですね、ミュウミュウは1年間やってたんだよね、うん、今1年間やるアニメってほとんどないんですよ。だからその中で初めはあんまりキャラもつかめづらかった点もあったんですけど、やっていくうちにどん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 自分の中に自分の役が取り入れられてきたのかなって思いますし、みんなもちょっとずつ時間が短くなっていったんですよ、だん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 撮ってるうちに。だからみんなそれぞれが頑張って乗り越えてきたのかなって思いますね、うん、本当にね1年間あの一つの役をやらせていただくってすごく貴重なね、うん、経験だったんですよ、うん、佐久間も初めての経験で、うん、で最初そのレタスはすごくおとなしいところから初めて友達ができたって言ってミュウミュウの仲間ができて、で急に変わったりするわけじゃないし、かといってずっと進歩がない成長がないままでは嫌なので、どこまでやろうどこまでやろうって言って、ちゃんとその途中途中にあの個人がクローズアップされた話があって、レタスも恋愛の話があったり、あと泳げなかったの泳ごうと思って頑張る話があったり、あとレタスはあの下半身人魚みたいになったりしたしね、あのミーアクアの力で、そういうのもあって、だからこのキャラクターがこの1年間でどこまでどういう風に成長するんだろうっていうのはすごく自分で考えながらやっていて、でも後半のお話の盛り上がりとかでは自然にそういう部分が描かれていて、みんなそれぞれ戦いについていろんな思いを抱いてるっていうんで、あのすごくなんだろうな、1年間がこうしっかり流れがあって、最後のこう盛り上がりでわーっと
感情がみんなでぶつかり合うとか、そういうのが表現できてたんじゃないかな、作品としてなってたんじゃないかなと思って、すごい良かったですね、うん、1年間、うん、ではでは、はい、水木が選ぶベスト3を紹介したいと思いますが、楽しみです。第3位、28話の猫パニック秘密の鍵は乙女の唇です。フランソワが大好きだった、ね、あのね、痛いのモノマネです、モノマネです皆さん、痛いのママそしてそれが良かったと思いますね、うんうん、可愛かった ね。第2位、15話の小さな勇者マシャ命がけの友情です。マシャかわいいよね、かわいいね、あんなちっちゃいのに一生懸命一生懸命やってる姿がとてもとても感動しました。ザクロさんと一緒の人とは思えないですね、声がねそうそうそう第1位です。20話の母の記憶お姉ちゃんは大変なのだです。プリンの話です。プリンの話ごめんね、1位にしちゃって、なんでいいんだよ、モッチが選ぶんだから。そう、ちょっと感動なね、うん、いつも元気なプリンなんだけども、うん、こんなことは実はあったんだよっていう、ちょっとポロリモノの、ポロリモノ違う、こっちじゃないよ、こっちのポロリだよ、何や、ポロリじゃない、ポロリ、ポロリそう、お話が大好きだよかったはい、佐久間が選ぶ大好きなお話ベスト3参ります。第3位は、第31話父の背中いちごをかけた一本勝負が好きでした。いちごちゃんのご、ね、両親って、うん、私たちの中でも人気がすごくね、高かったんですけど、うん、その中でもいちごのお母さんのさくらさんといちごちゃんが同じセリフを言ってたっていうところで、うん、結構佐久間はほろっときて、そうだね、うん、いいお話で、で、いちごちゃんのパパとママみたいな、なんか家族というか夫婦というかね、うん、なれたらいいなって思いました。第2位に参ります。第20話母の記憶お姉ちゃんは大変なのだということで、モッチーと同じお話なんですけど、もう私もこの話大好きで、本当に台本読んでも泣いちゃうし、収録中にもなんか泣いちゃうし、でプリンがうーって泣いてるの聞いてまたもらい泣きみたいな感じでみんな結構ここは涙涙のお話ですごい良かったです。あと雪野さつきさんがゲストでいらしてたんですけど、雪野さんのキメラアニマが最高に面白くてもう最高に面白くて、よく聞くと面白いこといっぱい言っています、うん、なんか鶏のキメラアニマなんですけど、うん、本日特売とか半熟とかって言って攻撃してるんでぜひ DVD ビデオをもう一度見てくださいね。なんとやってきました、第1位でございます。第16話レタスの恋一途な思いは図書館でということで、うん、レタスの初めての恋のお話、うん、すっごくかっこいい江戸紫さんという、はい、方に恋をしてしまったんですけれども、ね、わざわざね火事場でね婚約指輪をこう渡さなくてもいいじゃんみたいなそんな振られ方かよみたいなすごい普通にショックだったんですけど、初めてすごくメインでやらせていただく回だったのもあって、とっても印象に残っています。今後はですね、みーみーで1年間やってきたことを軸にして、どん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 芝居とか気持ちとかどん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 成長していけたらいいなと思います。そしてまた次につなげられるようにしていきたいなって望月は思っていますので、どうぞよろしくお願いします。はい、私がやらせていただいていた緑川レタスちゃんという役は噛んじゃったレタスちゃんという役は本当にとっても可愛らしい女の子で、私の中でもすごく
まあ、記念碑のようなというか、うん、あの思い出に残る作品でキャラクターになったんですけど、これからもあの役幅をどんどん広げていろんな作品に関わっていきたいなと思う中で、またレタスちゃんみたいな可愛らしい女の子を、やれる機会があったらいいなと思ってるんですよ。ありますよね、アラモードとかないんですかね。あの原作はまだ続いてるんで、うんうん、きっとまたこの東京ミュウミュウっていう作品に会える日が来るっていうことを佐久間は信じて疑わないので、皆さんも疑わないでください。一緒に信じて祈っていましょう。本当にありがとうございました。